調査都市は、金伊佐尾の武教小説、伊天と隆起に登場する人物の一人。モンゴル族で、チャガンテムールの娘であり元朝のショービン軍主に、風ぜられている。モンゴル名はミンミンテムール。調査都市というのは、肝心風につけた名前であり、瓶は、ショービンからつけたもの。姓は、テムールだが、この肝心名では、兄のココテムールやチャガンテムールとは同一の相続で、 ありながら性が異なることになっており、一生が、肝心だったら笑い者だと評している。初期は、モンゴル側に立ち張無キラと対立し、悪辣冷酷な手段をとり、張無キラを苦しめた。各流派の使い手の指を一本ずつ切り落とすなど、様々な方法で、竹林に被害を加えた。特に昌林寺は、壊滅の危機にまで追いやられた。そのため竹林では、 かなりの恨みを買っており、長無機との関係は歓迎されていなかった。長無機に敵対していた頃は、その治略で無機らを散々に苦しめたが、長無機と心を通わせた後は、どこか頼りなく決断力に欠ける無機のブレーンとして活躍。一度は無機の十枚、インディを殺害したとの濡れ衣を着せられるが、感情的に反論するのでなく、冷静に対処していた。また、 肝心の女性と異なり、思ったことは口に出すタイプ。はばかることなく、蝶向きへの行為を口にする、蝶佐都市に対し、蝶向きは困惑するが、まんざらでもなかった。最終的には、父のチャガンテムールと決別し、蝶向きと共に生きていくことを宣言。以後は、蝶向きの良き仲間となる。チャガンテムールの娘として誕生。兄のココテムールが軍を率いて、 父と戦場で戦うのに対し、調査都市は、竹林の弱体化を担当。ガビ派から、異天権を奪い、また少林寺を壊滅寸前に追い込むなどの功績を立てる。長武機に出会い、徐々に彼に惹かれ始める。しかし、相変わらず、モンゴルのために、竹林に最悪を撒き散らし続け、長武機の死宿である、武闘派の因ナ師弟も両手両足の複雑骨折を追い、 再起不能に陥りかけた。この時、因羅指定の体を元通りにする、黒玉断続孔と引き換えに三つの願いを聞き入れさせる約束を取り付けた。後、長佐氏は一つ目の願いで、トリュートを見ること、二つ目で、長無機と、周和化の結婚を取りやめることを願った。最後の願いについては、作中では使うことがなく、たびたび無機に対して、 切り札としてちらつかせて楽しんでいた。調査都市自身は内力を使うことができないので、戦闘能力はそれほど高くない。その代わり、各流派の使い手の剣術のうち、いい部分のみを習得するという方法で内力のなさを補っている。加えて、調査都市は、竹林の司法とまで呼ばれる、移転剣を使用していた期間が長く、一流の達人ほどではないが、 優れた知略も加わって恐るべき敵であった。また、部下として死活絵客と鶴筆沖の玄名二郎、さらに西域少林寺の達人である兄、阿三、元海宝の四大長老の筆頭だった、八肘神剣の方、東白という達人が揃っている。この玄名二郎などはかなりの達人であり、長無岐らはかなりの苦戦を強いられた。調査都市のモデルとなった人物は、 元の将軍だったココテムルの妹で、モンゴル名の漢字表記は、観音やつ、民では聖を兄と同じく、王子とされた。後武4年、民軍の捕虜となり、政治的な要因により主と結婚した。夫婦仲は悪く、主は慈悲当氏を長愛し、王子は一時は遊兵されて食事も満足に与えられなかった。あと、当氏は、 コウブミカドの怒りを買って自ら意志し、王子は釈放された。主の死後、王子はコウブミカドに命じられて1395年に、巡視し、列と送りなされた。史実では、チャンガンテムールとココテムールの関係は、親子ではなく、老いとおじ。養子関係はあり、ココテムールはチャガンテムールの後継者になるのであるが、小説では簡略化している。ありがとうございます。